シェイの法則で今完璧にいけたな。ちょっと待ってこれちょっと待ってね、そんなことある？いにしえの神ゲーをやっていくベイグラントストーリーをねやっていきたいと思います。前回ですね、油断してたらドラゴンにぶち殺されて終わったんですよね。なのでここまで戻ってきて、まあそんな大した距離はなかったので、ね、行きたいと思うんですがね、ドラゴンをね、どうしてもドラゴンを槍で殺したいというので槍でやってたんですけど、ね、槍がね全然モーションが分からなくてね、あれではチェーン取れないんですよね。なんでちょっとね今回はですね、ヘビーアックスですか、こいつをちょっとドラゴン用にね調整して使えないかちょっと試してみたいと思います。素振りしてないんでね怖いんですけども、ちょっと敵がいたかな、ちょっと素振りしてみたい。チェーンが取りやすい武器がいい。相手に素振りしてみましょうか。まあ割と取りやすそうだな。取りやすそうだな言いながら取れてないけどね。ちょっと待ってね、短い剣がね圧倒的にね、剣とかコンボとかね、あれが圧倒的にチェーン取りやすいんですよね。でもこの特大剣とかの特大斧的なんはなんかかっこいいでしょ、これ使いたいじゃないですかね。このゲーム究極のところね、前言いましたけどなんかボウガンだけで多分クリアできるんですけど、な面白くないじゃないですかそんなん。早いのね。多分これは練習したらなんとかなる。ドラゴンで練習するの怖いけど、ドラゴンで練習しよう。ちょっとドラゴン値が下がるのが嫌なんでね。人殺しにしてこれでとりあえずこいつら殺そう。知らん間にシールドゲットしてた。えらい種族マイナスついてるな。わかんないんですよね、この数の値はね、このクワッドシールドの方が多分いいんですよね、下を見てると。でもなんか種族のマイナスがめっちゃついてるんで、これ使い込んだら上がんのかな。ちょっとこっちにしてみようかね。え、木の盾より絶対ブロンズの盾の方がいいっすよね。無駄に邪魔やな、ほんまにほんま。しんどく？意外に死なない。無駄に苦戦もしましたが大丈夫ですよ。
回復させたいところ、ドラゴンセンスからね、この次だったか次の次だったか覚えてないですけどね、ちょっと回復はさせておきたい。 OK、 回復しました。行きましょう。ここか、こいつね、ちょっと頑張ろう頑張ろう。ヘビーアックスに持ち替えて、ちょっとチェーンの練習やけど、練習しながら頑張ろう。とりあえず魔法を自分をプロテクト的なのして、相手にもなんかミゼラブルなんとかをやった方がいいのかな。届かない、ブレス怖えな。めちゃくちゃ食らうんだよねアイテムで回復した方がいいなこれもう、ちょっと待ってね、50ポイントとかではダメだ。キュアバルブ、これ結構予算ある、持ってるもんな。解析とかもいいな。とりあえずちょっと待って、キュアバルブが100回復を、それとまあいいよ、ちょっとアナリシスっていうのを使おう。何が分かるんかが分からんけど、ミスやし聞かへんのかい。怖えな。あそこの切り返しがそんな早いんだ。また死んだ、やっべ。ちょっと待ってこれちょっと待って、ちょっと待ってね、そんなことある、そんなことある。常満タンじゃないとダメなんだな。今のは別に油断はしてなかったけど、こんなガチのアクションゲーじゃないのに2回も死ぬとかちょっとやばいよね。もっとチェーン取りやすい武器でいった方がいいのかな。いや、くっそーくっそ、ムカつくな。ちょっと今この武器を別にドラゴン値が減るとか関係なしにちょっと練習してから行こう。こいつでチェーン取れなかったら意味ないからな。これで戻ってセーブしてきたらこいつらいないかな。なんか死に戻りすんのこいつら何回も倒すの無駄やもんな。チェーンがいかに大事かっていうのがね、わかるでしょ。チェーンアビリティさえ無限に出せたらね、無限にゴリ押しで多分勝てるんですよね、これでも。ちょっと今回これで無理だったら、ちょっと方法を変えます。もうとりあえずもう一回だけ頑張ろう。プロテクトをし、ミゼラブルボディが効くだろう。これは効くんだな。よし、
したもんかなこれな。まあいいか、ヒールするか。満タンにしとかな死ぬっていうことが分かったからな。微妙やな、首かな。怖い、爪満タン。早いんだ。もっとガンガンに入れたいな。爪満タンにしとけば大丈夫だな。ほんであれかな、これ近づいてたらブレス打ってこない、もしかして。わかんないけど、打ってこないっぽいな。じゃあもうこの距離でかじられる分にはね大丈夫だから。慣れへんな。まだ早いか。やったか。あれだね、油断だね。丁寧にやれば大丈夫だ。これはしょぼい、しょぼいランクになるかもしらん。あ、そうでもない、グラディエーターなんや。さあこれええ加減ストレンクス上げたい。また HP だよ。いやもう HP ばっかりむちゃくちゃ上がれ、もういっそのことな。ムスカリの刻印ってどっかにあった気がする。キュアリキッド対炎火属性を一定時間、まあなんか分かりました、いただきました。
先まだ行けんのかな。ちょっと行くん怖いけどな。まさかやけどな。まさかやけど分からん。怖い。ボス2連戦とかないと思うけどな。一回戻ってセーブしてから行くか。いや、大丈夫だろ。行こう。そんなバカな。人間か。多分、アジンみたいなやつやな。いやいや、なかなか緊張感があってよかったよ。なかなか楽しかった。手に汗握る感じで。ああちょっとまたタイミングが違う。武器使うとね、タイミングが。舐めとんな。ゴブリンか、こいつ。さっき一瞬出てたな、ゴブリンって。あー、アーマーが満タンか。ヘルメット、ブロンズのヘルメットとかいらんよね。これがいるのかもわからんけど。なんでそんな効かへんねん、お前。油断したら死ぬからな。さっき殺されたのはいい教訓になった。そして毒。すげえやって。はっはっはっほっはっなっ。ヒールばっかりすな。俺毒食らっとるな。Yeah!
土壇場かどうとになる。ええ加減しね。マジうざいなお前。アンチ童貞をせざるを得ない。一番通るとこ入れるか。しぶとすぎるわお前。ああアイアン製のやつ。ミスってそんなことあるんや。あ、ちゃうわ、アンチ童貞してた。童貞じゃないんだもんな。リスク下がるまでぐらいは待った方がいいだろうな。これこっち行ったらどうなんだろうな。あのなんか確かに封印のは持ってるんでね、解くやつを。戻りたいんだけど、これが戻るショートカットになってるといいな、いいなと思いながら行ってみましょう。そんな親切設計になってるかな。どこでしょうこれ。こんなとこ初登場だよね。どこだここは。わかんねえ、わかんねえけど、なんかパズル要素があんのかなこれ。とりあえずまあ高いとこなので、あれをどうにかせんといけんのだけど、ここ壊せば押せるんか。あっ、いけるか。押して、あーこれ横から押したらいけたんだなこれ多分な。どうしたらいいのかな。出てやり直しってやつかこれ。あちょっと待って、乗れない。ああここに親切設計やな。一回出て、一回出て入り直したら多分ブロックが。ブロックを、こっちから押したらね、これでそうそうそういける。違うな、違う、違うこともないか。ちょっと待って、二段化されなあかんのよね。そんなことないか。だってこんなんやったらさ、これだって転がせるよね。こ
これだって転がせるんだから、あ、ね、普通に1個でいけんねや、2段も積む必要なかった。止め金を外したから、これ多分ショートカットのまさかの親切設計やな。ありがたい。どこや、ちょっと待って、コウモリくんなんで全く見えないけど、降りてこい。コウモリすら強敵なんだよね、もうもはや。なかなかの戦いを繰り広げた。そしてここは一体どこなんだろう。ここは分かったぞ、分かったぞ、分かった、覚えてる覚えてる覚えてるよ、それは覚えてるよ。あのね、覚えてる、罠があるとこや。ここにね、罠があるんですよ確か。それで確認しよう。そこに罠あるよね。それで確認できた。どっちで戻れるんだったかは覚えていない。多分こっちだね。全体マップが見れないんだよね、これ。それが痛い。まあ、早かった。あんまりチェーンつなげすぎたらリスクが上がるんかな。なあ、結構上がったな。危ない危ない危ない。ちょっと油断ダメ絶対。完全回復しとこう。分かった分かった、お前はええわ。
わーわー言うとりますが、全体の地図が全くわからない私今。そういう、あ、マップ、ちょっと待って、今初めて知ったそんな素敵なシステムあったんじゃない、なんだよ。え、アンロッカブル、ムスカリの刻印、アンロッカブル、ちょっと待って、通り過ぎてる、もしかしておいら。そんなこの親切設計のマップにより今アンロッカブルなやつを見つけたぞ。え、何にも見えない、あそこの上か。ここか、え、見えねえわ、ここか。あー、すげえ、マップに気づいたぞ。マップ機能あったんだ。奥の部屋で扉が開いた。え、なに、なんか宝箱とかでもありそうやけど、お前はもう。これほっといて、ほっといていけないんか。通せんぼ、通せんぼ、めっちゃ通せんぼしてくるこいつ。マジか。解いてくれ、生かしてくれよ。通過に成功した、よかったよかった。ちょっと待って、だからこのセーブできる部屋にさ敵配置するゲームってどう。めっちゃゴブリンがおる。油断すると死ぬからね、なるべく回復。これで大体フル回復したやろ。よっしゃ、早かった。時のため、それがね、なかなか待てないんだよね。はっ、ほっ、はっ、てっ、はっ、しゃい、遅かった。ヒールすな。あ、回復し合ってる。お前ら知能あるな。シェイオッシェイの法則で今完璧にいけたな。チェインアビリティそろそろ覚えるもんなくなってきたんちゃうか。これでラストやな。お前もシェイオッシェイではめてやる。シェイオッシェイ、あ、シェイオッシェイ、
しゃいおっしゃい、ちょっとタイミングがずれてきた。しゃいおっしゃい、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 しゃい、よしよし、スパンゲンヘルムなんか良さそうやからちょっと取っときたいな。どうでも良さそう、防音ヘルムとかもいらんだろう。さあそんな感じでございまして、ヒール一発かましといて、あのマップが見れるのを見つけたのに今超感激してる。もうこれで一気に攻略が楽になった。よかったよかった。ほんならね、で行ったことあるところはただ、あ、このなんか動かす感じ、これね、はいはい、ね、これあの第一階層が見れてるわけですよね今ね。から出ることはできない、いるとこしか無理なんだ。あーなるほど、それできたら完璧なんだけどな。まあローテーションできるのは分かった。いやーできるじゃない。ないやか、あそうか、そんなしょうもないことに感動すな、すいません。ほんならもうこれで完璧に完璧なんで、ちょっとアイテム整理をちょっとしましょう。アイテム整理しましょうっつって、あれがねえじゃねえかよ、あれがよ。とりあえず順番に行こう。コンテナもねえし、ちょっととりあえず右から順番に見ていこう。セーブしたっけ俺。ちょっとコンテナのあるとこに行って荷物整理をしたい。ちょっと着といてないんやけど、ちょっと待ってね、装備を変えたい。いろいろ多分手に入ってんだよね。シールドは別にいいわ。バランスの良さそうなやつ、これがバランス良さそうだ。鋼すげえ。あ、鋼武器欲しい。これバランスいいな。ウィザードコートやめるか。おんこバランスいいね、いいね。え、何ボス戦、何よ、何、誰、あなた誰、魔人ブー的な。ちょっと待って、イーブルか、あなたもしかして。油断をしないよ。ヒールはしまして、プロテクトもしまして、あなた、
なた魔法ばっかり。待ってね、待って、あなたさ、あなた多分イーブルだと思うんだよね。違ったらあれだよ。一回切っとくか、こいつで。切らしてくれない？アイテム使うの、一丁前に。あ、まさかのファントム。ファントムか。トムか、まさかやった。それはファントムに聞くのはこれなんだけどね、杖がね、使うのが苦手なんだよね。だからまあこれでいこう。これをガンガン打てたらその人おるようになるやろ。ちょっとそれをしつつのチェーンのこれさ、サイレントとかをこれ使った方がいいよね。ゲインファントムはこれでいいとして、デジメイクとね、ちょっと四角でサイレントをこれ入れたい。 OK。 なんか無駄にファイアボールの受けがさっきから成功はしてるんだけど、まあダメージは取ってないんだけどな。あー、 MP 切れか、ついに。こんなとこでアイテムガンガン使ってて大丈夫かな。もうやべえ、ポーションがぶ飲みやけど。オッケー、まだ在庫はあるから。こんなとこでな、こんなボス戦があるって聞いてないんだよね。もうマジでやっべ。やっぱあれ杖使おうかな。全然ダメージ取らへんもんな。叩きに行く、叩いてやる。でもダメージ通らねえじゃねえかよ。やべえわマジで、どうしよう。これキュアバルブの在庫なくなる、どうしよう。MP 回復のあれないの、何か回復の何かリスクだろこれ。麻痺、毒、しびれ、リスク、 HP、 あ、マナルート、これか。全然マナルートっていうのちょっとしかないからダメだな。というわけでですね、ちょっとびっくりでございますね。ちょっといろいろ想定外のことが起きて死にましたね。あ、なるほどね。ちょっとあれは対策を考えて挑まないとダメですね。とりあえずまあ今回はね、ゲームオーバー終わりということで、ちょっと考えます。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。マジ、どうしよう。結構積んできたな。
めっちゃ集中した今。ああ、なんやお前、えぐいわお前。まだこれね、 HP が上がんね、多分ね。 MP プラス1とかも最低やな。エンサのグリモア、聖母の霊薬、マナリキッド、はい、ありがとうございます。結局ね、今ファントムやったんですけどね、あれですわ、人殺しでやりましたんで、人殺しのね性能が変わっちゃったんじゃないかな。そうでもないか、大丈夫か。あの、結局はチェーンをねガンガン決めてね、押し切らないとね勝てないんですよね。だからチェーンが一番出せるやつで今行きましたということでございますね。あのボウガンでね、あのチェーンに慣れてしまえばね、多分ボウガンだけで本当にクリアできるんですよね。というわけで、ちょっと強敵倒したので一回セーブしましょうかね。ここでちょっと終わりということにしたいと思います。しんど、何回かゲームオーバーになりましたね今回ね。はい、ではとりあえず今回はここまでということで、次回ね、この先また進んでね、あんまり今ストーリーが進むというよりは、あれですよね、ガチ攻略してますよね。ちょっと地味な攻略がねしばらく続きますけれども、また見ていただければと思います。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。Vai farfallon amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando a riposo, ma ci sento a dolcino d'amor. Delle belle turbando a riposo, ma ci sento a dolcino d'amor.